山本太郎の登場です。大きな音を立てて申し訳ございません。マイクを握っている私は令和新選組、変わった名前だねよく言われます、国政政党でございます。令和新選組代表の山本太郎と申します。ありがとうございます。 JR 蒲田駅前ご通行中の皆さん、大きな音を立てて申し訳ございません。なぜ山本太郎が今日蒲田駅前でマイクを握っているのかと申しますと、東京都知事選挙始まっております。その知事選挙に立候補しているのが私山本太郎でございます。そして今日蒲田駅ご利用の皆さんに、私を都知事にさせてくださいとお願いに上がりました。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。令和新選組、去年の春に旗揚げをしました。参議院議員6年をやっていた山本、そのキャリアの途中で小沢一郎さんと共にやってきました。一点山本は旗揚げをした。なぜか、緊張感なき国会の中に、まずは緊張感を生み出すため、国会の中では決して外には漏らしちゃいけない余計なことを言う、要は与野党から嫌われるような存在に、その勢力が拡大していくことによって、国会の中にまずは緊張感を作り出す。そして積極財政、これは今の政治の中ではなかなか行われないですよね。20年以上の緊縮財政によってこの国はデフレ、そこから抜け出すことができない。ならば私が総理になって大胆に財政出動し、皆さんの生活を底上げしていこうと。そのためには自分のプラットフォーム、この令和新選組を大きくしていく、その先には総理大臣になろうというような考えがありました。そして去年の8月参議院選挙に出て2議席を獲得。一方山本太郎は議席を失いました。99万票いただきましたが、バッジはありません。そこからの山本太郎は次の衆議院選挙、今年の秋か冬か来年か、いつ開かれるかわからない、いつ行われるかわからない選挙に向けて準備をしておりました。その山本太郎はなぜその前にこの都知事選挙立候補するんですかって話なんです。ちょっと矛盾があるんじゃないのって思われた方のために少し説明をさせていただきたいと思います。山本太郎がなぜ都知事選挙に出ることになったのか、その背中を押した一番の原因は何か。コロナウイルスです。コロナウイルスの感染拡大、コロナウイルスの感染拡大、2月ぐらいから日本の中ではダイヤモンドプリンセスとかいろんなことで騒ぎが始まり、そして3月の末ぐらいから山本太郎自身はその異変みたいなものを街を歩くたびに感じました。この3月の末から6月の間に山本太郎が見たものは何だったのか。これまであまり見ることがなかった20代、30代、40代、50代、そういった方々のホームレスになりたてという人々を街の中で目にするようになったんです。大きなターミナル駅、新宿、他にも東京駅、他にも上野駅などで皆さん不自然に大きな荷物を抱え、行き場を失っている、途方に暮れている、そういう人たちがいました。山本太郎参議院議員やってる時に自分のメインテーマの中の一つにこの生活困窮という部分がありました。なのでそれを支援している団体の人ともつながってます。で、直接声をいろいろかけていったんです。時間がある時マスクをつけて、メガネをして、そして帽子をかぶって、すいません、支援をしている団体のものなんですけれども、非常に失礼なことをお聞きするんですけど、今日はお泊まりはどちらになりますか。そういうことを聞くと、ここだと、つまりはそれは東京駅だったり新宿駅だったり、そういう大きなターミナル駅、非常に失礼なんですけど何日目ですか、そういう話を聞くと、2日前、1週間前、昨日かな、今日から、いろんな人たちがいるってことです。私支援してるんですけれども、もしよろしければ支援につながっていただければ、ビジネスホテルご利用いただけます。数日いていただけまして、その後アパートつながれますんで、そこからもう一度生活再建するようなこともできるんですけれどもっていうご案内をします。自分の時間があるときにそういうようなことをやっていたんです。
いろんな話を聞いた。その中で所持金200円程度ぐらいしかなかった20代の人、コロナで仕事を切られて住まいを失った、家賃滞納して出さされたってことですよね。でもうギリギリ所持金ほとんどなくなってきてる、だから生活保護を受けようと思って窓口に行った。窓口に行ったら何を言われたか、あなたまだ若いですよね、働いてくださいと追い返された。むちゃくちゃですよ、だってこんなの生活できるはずないじゃないですか。ねえ、無理ですよ、家ないんですよ、所持金数百円でここ繋がれなかったら餓死ですか。それを防ぐためには何するかって言ったら、物を盗むしかないってことですね。もし奪うしかないでしょ。それが叶わないんだったらそういう状態になっちゃう。そういう方々の話をいっぱい聞いてきたんです。なんとか支援につなげるために。その20代の方はもうアパートにつながっている。他にも70代の方もいらっしゃった。警備の仕事をしている、でも警備の仕事コロナで首切られて、仕事を失うと同時に住まい、警備会社の寮を失った。はじめはお金があった、だからいろんなところを転々としていたけれども、最終的に所持金を減らし続けて駅にたどり着く。すいません、所持金おいくらぐらいですか。すいません、こんなこと聞いて。0円です。それはまずいですね、あの支援につながっていただきたいんですよって話をすると、 ありがとうそんなこと言ってくれて、大丈夫だ、問題ない、いやいや、あの問題ありますよそれっていう話をしていると、2週間後にお金が入るっていうんです。え、どういうことですかって聞くと、年金が入ってくるっていう。所持金ゼロですよ、2週間耐えなきゃいけない。私無理ですそれ、皆さんどうですか、やれますか。そんな話を聞き続けた。その方も今はもうアパートに移っています。でもそういうことをやり続けるっていうことは、けれどもそれでどれだけの人たちにリーチできるかって言ったら全然無理なんですよ。もう今世の中普通に動いてるように見えるじゃないですか。こんな状況の中でもこの6月に入ってからずっと民間の支援団体には SOS メールが続いてるんです。所持金数百円、0円、食料をもらえないか、すぐに助けてくれないか、みんななかなかすぐに助けてって言いづらいんですよ。だから最終的にもうどうしようもなくなったっていう時に、フリー Wi-Fi とかを使いながらそういった支援団体にメールを送ってくるってことなんですね。むちゃくちゃですよ、もう今これ2月から6月まで何かしらの損害皆さん少なからず受けてますよね。収入が少し減ったとか、シフトを減らされたとか、仕事を失ったとか、こういう状況っていうのはひとたび感染症の拡大や自然災害、他にも不況っていう時が訪れればすぐ窮地に立たされるような存在っていうのはたくさんいるんですよね。この国に非正規労働者、この国の4割、コロナでなくても普段から病気になったり怪我をして1週間仕事が途切れただけでもこれ家賃滞納しちゃうっていう危険性がある人たち、なんとかギリギリのところでみんなつないできて、今月やっと乗り切った、今月やっと乗り切ったって方々大勢いらっしゃるってことです。だからもしもこんなコロナウイルスみたいなことが起こったとしたら、路上に出ざるを得ない人たちが出てくるっていうのは当然に分かりきったことなんですよ。でもそこに対して何かしら大きく手当をされるかっつったらほとんどされない。国からされた手当は何ですか。代表的なものがマスク2枚、そして現金10万円もうお手元届きました。それで救えるようなレベルじゃないんですよ。100年に一度の危機、これは安倍総理のお言葉、雇用は守り抜く、これも安倍総理の言葉、雇用を守り抜くという言葉に嘘がないのであるならば、どうして東京都のタクシー会社が600人の従業員の首を切らなきゃいけなかった、どうして家を失うという危険性に立たされなきゃいけない人たちがこんなにたくさんいる。これを防ぐ方法もあるんですよ。何か、コロナウイルスを災害に指定するってことです。コロナウイルスを災害に指定すればどういうようなことができるか。これ家を失いそうな人たち、例えば収入が減った、このままじゃ家賃滞納しちゃうな、もしくはもうすでに滞納しています、出て行かされるまでにもう時間はありません、他にももう家を失った、路上に出ています、それぞれに対して国から手当できる、家賃を払える、住居を提供できる。どうしてか、災害救助法4条、それによってみなし仮設住宅という扱いにできる。どうしてこれやらないの。やらなきゃダメですよね、100年に一度なんです。他にも仕事を失いそう、収入を失いそう、そういう方々に対して
この災害に関することで転用していけば、仕事を失わず会社を潰さないで済むってやり方がある。何か、これを激甚災害と捉えるならば、雇用保険法の特例、そういうことにより雇用関係がある会社と従業員、ここは切れずに済む、切らないでいい、切らないままで失業しましたとみなす、そこに給付を出すってことができる。さっさとこれコロナを自然災害として認めていれば、600人の従業員も首切られることなかった、そういう話なんです。どんなに困ったことがあっても大丈夫だから、国が守るよ。あなたは住まいを失うことはないし、そして仕事を失うこともないし、収入が途絶えることがない、安心してください。そんな社会に住みたいんですよね、みんな。私はそういう社会に住んでいたい。でも現実はそうはなっていない。救える手立てがあったとしても、そんなことはしようとしない。あまりにもひどいじゃないですか。でもね、国がこういった姿勢であったとしても、あなたがお住まいになっている地域のトップがしっかりとそこを仕事をやっていく、そういう姿勢ならば多くの人々は救われるはずなんです。国が災害指定をしなかったこのコロナに対して、東京都のトップとして小池さんが国に対し災害指定してもらわなきゃ困ると、みんなの何があったとしても国が住まいと仕事収入を途切れさせないっていう、この最低限のセーフティーネットを国が約束してくれなきゃ困るんだってことを激しく突き上げなきゃいけない場面なんです。小池さん、それやってくれたかってことです。そこは心配になって、私国会図書館に調べてもらいました。小池さんが国に対して災害指定を求めたかどうかってことに対して出てきた答え、そのような情報はございません。つまりは何か、1400万都民を守るために、この100年に一度の危機の時に、あなたが住まいを失ったり仕事や収入を失わないために最大限やれることをやったかって言ったら、全くここやってなかったって話ですよ。あまりにも冷たくない？これひどい話ですよ、はっきり言ったら。申し訳ないです。都民の生活と未来を守らないのであるならば、守りたいのが自分の未来だけであるならば、これは変わっていただきたい。だって東京都のトップっていう権力を握れるならば、路上に出るしかなかった人たちや商店街でお困りの方々、売り上げが2割3割、それで3割落ちた時点でもう店を畳む、もしくは首をくくるという状況にある方々、これ東京都の力を持てば底上げできますよ。だって東京都資産だけで34兆あるんですよ。名目の GDP だけで107兆円ですよ。日本の GDP の2割だし、本気出したら誰も会社倒さない、失業させない、飢えさせないってことも可能なんですよ。どうして国に本気で突き上げないの？おかしな話なんです。毎日テレビ出てたでしょ、毎日朝から晩まで小池さん密でございますみたいな、ソーシャルディスタンスでございますみたいな話してたわけでしょ。いや、それは分かってるよ、みんな距離取ってるよ。それも重要かもしれないが、都民にとって一番必要なこと、住まいを失わない、収入を失わないための最低限のセーフティーネットを国に激しく求める、それを全国のトップと一緒に連帯していきながら、皆さんと一緒に力を合わせてテレビの電波を通してそういうことを求めていく、これが災害指定されれば、皆さんこういう心配はなくなりますよってことを常にインフォメーションすれば、 1% のテレビの視聴率で100万人の方々が見る、これみんなの中にそういうことなんだってこと広がりますよ、つつ裏裏まで。東京を守る気のない人に日本は守れません。だって東京が沈むってことは全国に波及しますから、本当に一番必要な時に必要なことをやってくれない人にトップは任せられない。変わっていただきたい。去年の夏に落選してから次の衆議院選挙に準備を進めていたが、その選挙待ってるわけにいかないんですよ。たくさんの人たちとつながって何とかしようと思ったりとか、あまりにも自分の力のなさ、すごい葛藤ありましたよ。何なんだろう自分って。助けたいっていう思いとか、お役に立ちたいっていう気持ちで政治家になったのに、何なんだ自分は、何の力もないじゃないかっていうことに本当に苦しんだんですね。皆さん苦しんでるのは十分分かっております。大変な時期ですよね。もうちょっとお待ちください。私が衆議院議員としてバッジをつけたら、そしてその選挙において私が党勢を拡大し、永田町で
権力を持ちますので、それまで皆さん何とか耐えていただきたいんです。そんなこと言えるはずないじゃないですか。今なんですよ。今目の前にこの東京都知事になるっていうチャンスがあるんだったら、そこで皆さんに選んでいただいて、その権力を皆さんのために行使させていただきたい。そのために立候補しました。東京都知事候補の山本太郎です。都知事にならせてください。都知事にならせてください。都知事にならせてください。すいません、水を一口飲ませていただきました。山本太郎、分かったよ気持ちは。随分テンション高くあなたの立候補の動機を聞かせていただきました。じゃああなたが都知事になった場合、一体何をしてくれるんですかという一番重要な部分お話ししていきたいと思います。本来ならば国がコロナを災害指定する必要があった。それを皆さんに説明をいたしました。何よりも災害指定と同時に全国に対して、東京とはもちろん全国に対して、この100年に一度の危機、そういう状況のために大胆な財政出動を全国に行う必要があるって話なんです。でもこれは非常に薄い。今年の補正予算、最初に全国に配分されるお金1兆円しかないんですよ。1兆円。東京都は上から数えて9番目。おかしいですよね。全人口の1割持ってるんですよ。 GDP の2割扱ってるんですよ。上から9番目おいくらですか。100億円程度。何をしろっていうんですかこれ。それだけじゃない、2回目の補正、これでついたお金460億ぐらい。全然足りない。これじゃ手当てしきれない。今一番手当て必要なものは何か。これは2月から6月までの多くの方々が被った経済的損失、2から6月までの損失を補填していかなきゃダメなんです。どうして補填しなきゃいけないか。マスコミでよく言われているのが第2波がやってくるって話されてます。第2波がやってくるまでに皆さんに対して補填を行う。それによって体力を回復してもらわなきゃダメなんですよ。じゃないと第2波が来たらまた行われるの何かって言ったら補償なき自粛とかそういうことです。その第2波乗り越えられるかって聞いたら多分難しいと思います。この中に2月から6月までの損害、そうでもなかった、第2波にも耐えられる、そういう方いらっしゃいますか。いらっしゃいます。いらっしゃったら山本太郎にご寄付いただきたいんです。選挙にはお金がかかります。いらっしゃらないんですよ本当に、全国的にね。ありがとうございます。話戻ります。とにかく今やらなきゃいけないことは、まず2月から6月までの損失をとにかく底上げしていって、体力を回復していただき、一緒に第2波を乗り越えるという準備が必要。これ大至急必要です。国がやらない、だったら東京都でやるしかないじゃない、私そう思うんですね。で、じゃあ例えばですけれども、お金どこにありますか。まず一番は通貨発行権、お金を作り出す、そういう能力、力を持っているのが国家です。国家には通貨発行権がある。つまりお金すれるんですよ。必要なところにお金を下支えするためにどんどん配分していかなきゃならないんです。なぜか、強い、体力のないものは倒れるしかないよねっていう社会、この状況においてそういった状況にしちゃうと何が起こるかってことなんですけど、多くの会社倒れます。で、倒れるのはまずい。会社を維持する経営者はそう思います。その時にはじゃあ会社が倒れないように従業員を解雇していこう。一番のコストですからそう思いますよ。会社が倒れても失業者が生まれる。それだけじゃなくて、たとえ会社が倒れなくたとしても経営上これは切っていくしかないってことになる。これ企業経営として考え方としては一定あり得ることかもしれないけれども、これ行政を預かる者としてはそうさせちゃいけない。なぜか、失業者が生まれるからってことなんです。その失業者が大量に生まれる、自分の住まいも追われてしまうっていう状況にされちゃったら、これ住所を失い、そして自分の所持金が尽ければこれ連絡先もなくなっちゃうわけですよね。そういう不安定な状況を社会の中に広げていくってことは、もう一度元の社会に戻すために途方もない時間ととんでもない社会的コストを支払わなきゃいけないってことになるんですよ。そう考えるとトータルコストを安くする、こんな言い方したらひどいじゃないかっていう人いるかもしれないけど、一
番分かりやすく言ってます。そうするためには倒れそうになってるとかは倒さないっていう、本当はお金の配分だったりっていうのが必要。でもそれやらない、国から出てくる金はちょろちょろとしか流れてこない。だったら東京都としてやれること他に何があるか。東京都でかいですよ、経済規模。年間の予算だけで7兆円超えますね、一般予算って言われるやつで。でもこの行き先っていうのはほとんど決まっちゃってます。例えば付け替えとかしてしていったとしても、もともと想定していなかったものにお金を向けるとしても、そんなに多くのお金は生み出せない、付け替えられない。もう一個貯金があります。貯金とか言われるお金を積み上げている基金、これ全部崩したとしても3兆円程度にしかならない。でも全部崩せるもんじゃないんですよ。これ崩せない防災とか、他にも例えば減災基金、借金返しにいる時に、貯めてるお金とか、崩せないものがある。その中で崩せるものだけ見ていっても数千億円程度、この数千億円程度で2月から6月までの損失をカバーし、そして第2波に備えるための数々のための支出、これ足りなすぎるんです。だから方法としては、国からのお金を待っているだけでは、そして自分たちの基金を崩して、対応するだけでは全然足りない。じゃあやることは何だって言ったら、東京都として資金調達する以外ないんですよ。じゃあ東京都オリジナルとして資金の調達の仕方、どういうものがあるか。国でいう国債、地方でいう地方債、東京都として地方債を発行していくというやり方が、私は一番資金調達がしやすいんだろうと思うんです。この件に関して、これを担当する総務省と1ヶ月以上やり取りしました。なかなかすぐ答え出せません。皆さんが電話して聞くこともできますけど、なかなかその私たちが聞き出す内容に至るまではむちゃくちゃ時間かかります。そりゃそうです、私たち国会議員使ってますから。国会議員使って聞き出そうとしても1ヶ月以上かかる話です。で、話戻ると、端的に言うと、東京都が本気出したらいくらの資金を調達できるか、20兆円以上ですっていう回答が来た。で、その20兆円以上というのは、国から何かしらの介入、制約を受けたりとかしない状態で20兆円以上。だったらこのお金使ってやるしかないでしょって話なんです。100年に一度、ここで第2波が来る前にみんなが体力回復しないままバタバタ倒れていくような状況になったら、その先に来るのは本当の不況ですよ。リーマンショックとかそんなの火になりませんよ。だってリーマンショックってお金もらったのいくらぐらいでしたっけ？1万数千円ですよね。今回給付金として10万円出されてるんです。全然そのどれぐらいのひどいことなのかっていう認識は国には十分あるんです。もしこのまま大々的な底上げが行われないまま第2波っていうことを迎える、そこで倒れていくっていう、その先には多分これまで私自身は経験が したことがないような不況がやってくる可能性がある。それだけは勘弁してほしいんです。どうしてか、失業者があふれたりとか、絶望的な世の中になって自分で自分の命を絶つような人たちも出てくる。最悪じゃないですか。それを止めるための経済政策なんですよ。本来ならば国、通貨発行権を持つ者たちがそのような大不況に陥らないように手前手前で底上げをしていく、当たり前の話ですよ。そのために通貨発行権を持ってんだよ。こんな景気を運営したいってやらないように、極力なだらかになるようにピンポイントでお金を出していくってことをやらなきゃいけない。でも国はそれをやらない。じゃあ東京都でやるしかない。そのための資金調達は何でやるか、地方債。総務省が言う上限は20兆円以上。しかもこれは東京都の財政の健全性を損なわない形で行われる。つまりは後に国からの介入、何かしらの支援を受けなければならないという状態はなく調達できるのが20兆円以上なんです。だったらやりましょうよって話です。これやらなきゃいけない私は思ってます。で、私自身はじゃあ20兆円以上できるんだったら、じゃあ20兆円以上皆さんに底上げしますとは言わない。どうしてか、だって税収落ちていきますよね、おそらくこの2月6月までの状況を見てたりすると。だったら20兆円以上できると言っても15兆ぐらいで、さらに財政の健全性を担保できるぐらいの金額、総額15兆円で底上げをしていくってことをやりたい。総額って言ってるぐらいですから、一度に全部を資金調達するわけではない。必要な時に必要なだけ、その事前に調達をしていくってことをやっていきたい。
マックスは15兆だよ。でも蓋を開けてみたら7兆かもしれないし10兆かもしれない。それは分からないけど、最大15兆までは最大限皆さんの底上げをしていきながら2波3波に備えるっていうようなことを自分のプランとして考えております。山本太郎が都知事になったら何をやるのか、その総額15兆円のプランで最初にやりたいのが10万円の給付なんですよ。10万円の給付、国からの10万円給付もいただきました。そういう方どれくらいいらっしゃいますか。こんなか極端に少ないな。さっき大森でゲリラ大戦やったんですよ。その時にもあの4人ぐらいしか手当てなかったんですね。だからもう1割もいかなかったんですよ。今も極端に少なかったですね。大田区ちょっとなんかどうにかなっちゃってんですかね。対応が忙しいんでしょうね多分ね。すいません、話戻ります。どうして国からの10万円があったのに東京都として10万円の、現金給付が必要かについてお話ししたいと思います。何か国からの10万円は入ってきたとしてもそのお金、社会保険料だったり税金に消えていってしまう、そういう方々多くいらっしゃいます。これじゃ何も生み出さないんです。行政からの10万円が行政に消えていく、それで何か効果あったりとか何か底上げされるかすら全く何もないってことです。だからこそ東京都として1400万人都民の方々に10万円ずつ軍資金を渡しいたします。皆さんにはミッションがあります。何かミッションは2つ。その1、その10万円使い切っていただきたい。そしてもう一つのミッション、何かその10万円はあなたのお家のご近所で使い切っていただきたい。それをすることによって何が生まれるか、あなたが使うお金、消費するお金は誰かの所得になっていく、誰かの消費は誰かの所得になる、当たり前のこの経済のあり方、これを1400万都民で10万円の軍資金で一斉にやっていっていただくってことなんです。つまり今あなたのお家の近くで苦しんでる商店とか好きな店だったんだけどどうやらこの先ちょっと危なそうだなっていうようなところ、あなたの好きなものを食べに行く、あなたの好きなものを買いに行く、あなたが生活に必要なものを買う、あなた自身が地元を底上げする主体になるってことです。あなたのその行動があなたの近所を救い、そして引いては東京を底上げしていくっていう、そういう存在になる。あなたの力が必要。10万円の給付によってそれをどんどんやっていただきたい、使い切っていただきたいって話なんです。やってもらえませんか。やっていかなきゃダメなんですよ。個人商店も守っていかなきゃダメでしょ。底上げしていかなきゃダメなんですね。で、先日北区で演説してる時に、あのそういうあのお金の寄付の仕方良くないよ、だって金持ちに渡したってさ、そんなのあの貯めるだけだから、だったら俺にくれって言うんですあ、すぐ使ってくれそうですねっていう話なんですけれども、もちろん気持ちは分かるんですけど、そういう線引きの仕方、この人には寄付してこの人には寄付しないってことをやってると時間が膨大にかかるってことですね。これ寄付するまでにも時間がかかっちゃう。そう考えると全員寄付っていうのが一番望ましい。これは東京都として先々デジタル通貨ってものを扱っていかなきゃいけないと思うんです。今もテストケース的にやってると思うんですけど、この中でもしも先々通貨をデジタル通貨で給付をする、もちろんそれで税金、ね、納税ができたりとかっていうことにも使っていけばいいと思うんですけれども、先々行われる将来的に行われるそのデジタル通貨の使い方で給付っていうものが出てきた時には、これ期限を、賞味期限をつけたいんです。そのデジタル通貨による給付は1ヶ月使わなかったら70% になるとか、2ヶ月経ったらもう 20% しか残ってないとか、したらもうみんなさっさと使うじゃないですか。お金貯められないですからね。そうやることでどんどん循環作っていくんだぞっていう話でございました。すいません、ありがとうございます。とにかくこの10万円給付やらせていただきたい。やらせてください、お願いします。他にもやらなきゃいけないこといっぱいあります。学びたいもの守らなければなりませんよね。教育を受ける者たち、小学校、中学校、高校、大学、大学院、専門学校などの授業料1年間無料化したいんです。無償化したいんですね。これ無償化することによってかかる費用どれぐらいかって言ったら約7400億円、結構な額だなと思うかもしれないけれども、100年に一度の危機、これを乗り越えるための15兆円プランですから、これはお金出せますよね。どうしてそれをやらなきゃいけないのか。コロナの影響で家計が厳しくなった、親にお金出してもらってたけどもうこれ以上は無理だ、学校を辞めなきゃなんない。他にも奨学金を借りていた、
生活は自分のバイト、勉強大変だけど収録でバイトに入ってた。そういう方々もバイトのシフト減らされたりとか、いろんなことで生活これまでみたいに継続できないっていう、それで学業諦めなきゃいけないっていうようなことは、これなんとか政治の力で止めなきゃなんない。だったら授業料っていう負担を本来は国が面倒見てくれればいいんですよ、さっさと。でもそれしないんです、する気もないんです。じゃあ東京都としてやらせていただきます。東京都内の学校に通う生徒、ここに対して全ての学校、そこに対して、7400億円やらせていただきたいんです。やらせてください。で、中小零細個人事業主フリーランスに対してもこれ手当てする必要あります。どうして中小零細とかにお金渡すんだよっていう話なんですけれども、当然ですよと。これは東京都の数字じゃなくて申し訳ないんですけど、全国にどれぐらいの企業ありますか、そのうち中小零細ってどれぐらいの数になりますかって言ったら、中小零細って言ったら 98% ぐらいあるんですよね。で、そこに雇用されてる人って考えたら、労働者の6割から7割がそこで雇用されてるんだから、当然守らなきゃまずいんですよ。ここがバタバタ倒れるようなことになったら大変ですから、まず東京都として行わなければならないことは何か。国がやらないんだったら東京都でやる。中小、零細、個人事業主、そしてフリーランス、こういった方々の前年度の事業費、今と比べてマイナス分を補填する。これやらせていただきたいんです。これやらなきゃまずい。なぜまずいのかってことです。2月から6月までの、先ほど言いました、2月から6月までの損失、体力回復しないまま第2波ということになったら、これ大変なことになりますよ。少なくとも損失を補填して体力を回復していただいた上で第2波に一緒に乗り越えていこうってことをやらなきゃ、これ絶対必要なんです。ただここにいくらかかるかということはここでは申し上げられません。本当に申し訳ございません。これ実際に東京都の中に入って、で数字を積み上げたりとかすることによって出てくるだろうということなんですね。これおそらくこの15兆円の中では一番ボリュームが大きくなる可能性がある部分だと思います。でもこれはやっていかなきゃならない、やらせてくださいということです。他にもやらなきゃいけないことがある。何か病院は守らなければならない。何かコロナということによって病院に行くこと自体がリスクになるんじゃないか。コロナの対応ではないけれ、コロナの対応している病院ではないけれども、町医者クリニックに行くことも気が引ける。そんな状態が続いたために今や多くの病院が経営やばい状況です。経営の骨格が歪むぐらいの状況、これ放置してたらまた第2波ってことになったら確実に潰れますよ。やらなきゃいけないこと何か。災害の時に国がやるそうです。何をやるか。診療報酬支払い、前年度の診療報酬支払い、これを保証する、そういう話です。なぜこのような病院を守るってことをやるのかってことなんですけど、あなたがコロナじゃないけれども体調が悪いとか持病をお持ちであるとか処方箋を取りに行きたいとかっていうようなことにも気軽に行けるような、その医療のアクセスは担保しなきゃダメなんです。だからこれは国がやらないんだから東京都としてやらせていただきたい、そういう話です。やらせてください。ありがとうございます。病院についてはもう一個やばい話があります。小池さんが企んでること、これは私以外の候補者の方も、訴えている方がいらっしゃいます。何か都立病院、これを独法化しようとしているということです。つまりは何か、雑に言ったら株式会社的な運営にしていこうぜって話ですね。つまりは超スリム化を目指す、採算、これをまず追求していくということですね。で、スリム化が行われていくことでしわ寄せが寄るのは2つ。1つは医療従事者に、当然です、一番大きなコストと考えられる人件費の削減に走るってこと。ちょっと待って、コロナでただでさえ医療従事者苦しんでたよね、ここに対してさらなる鞭を打つ気ですかってことです。とてもじゃないけど正気とは思えない、そういう判断です。ここは守らなきゃいけません。そしてもう一つ、利用する人たちにもしわ寄せが寄ってきますってことなんです。どういうことかっていうと、利用料上げられちゃう、入院します、ベッド代えらい高い、これいいホテルと変わらないんじゃないですかっていうような話も全国の独法化、病院の独法化っていう部分で出てきている話。どうしてそこまでしたいのか。これは東京都の予算、それにかかる都立病院の予算、どれぐらい出てるかって言ったら年間400億ぐらい。これって1年間の東京都の予算で考えると 0.5% 程度なんです。
この1年間の予算の中で 0.5% を使うことによって東京都として皆さんに医療を保障しますという話なんです。都立病院や津校舎病院6つ、この14の病院で島、山、そして広い東京を医療を提供する場として保障するっていう話。これは変な改革させちゃダメです。これは行政として責任を持たせなきゃダメ、私はそう思ってます。だから独法化はやりません。ありがとうございます。でもう一つ、すいません、第2波が来る前にやらなきゃいけないことがある。それは何か、検査体制拡充しなきゃダメなんです。コロナは風邪だろっておっしゃってる方もいらっしゃるね、インフルよりどうだっていう方もいらっしゃる。でもね、それに対しての特効薬ないじゃないですか。やはりそういうものがしっかりと皆さんの周りで流通、どこに行ってもそういう処方が受けられるっていう状況になるまでは、とにかく検査を多くできるっていう状態を担保しなきゃなんない。じゃないと実態が分かりませんよ。東京都1日あたりどれぐらいやってるかっつったら1800ぐらい。これで状況分かります？夜の街クラスターでございますみたいな話。いやいやいや、ちょっと待って、夜の街ってそんなスケープゴート作ってみんなでそんなねえサンドバッグにして終わりの話じゃないだろって。だって満員電車クラスターだって、会社クラスターだって、家庭クラスターだって、学校クラスターだって、そんなこと言い出したら、深く掘り出したらいろんなところにあるよ。だから全体として見なきゃいけないってことですね。東京の1800、1日あたりのこの検査数っていうのを100倍以上に上げなきゃまずい、そう思ってます。どれぐらいにするか、1日あたり最大能力で20万ぐらいの検査ができるようにしたい。それどうやってやるんですか。だって全自動の PCR、 そういう機器も出てますよ。他にも抗原検査、これの簡易キット、そういうものも出てますよ。この簡易キットに関しては医療の資格持ってなくても扱えるものですから、そういうことで広げていくことはできる。単純に考えただけで1400万の方々を1日あたり20万ぐらいでやっていったらどれぐらい、70日間で、これあくまでも簡単に言ってるだけですけどね、本当に実際にやろうと思ったらそこにいろんなことが混ざって一気にできるかどうか分かりませんけども、でもとにかく第2波が来ると言われるまでに、無症状の方がどれぐらいいらっしゃるのかとかですね、そういうことをちゃんと分かってなきゃダメなんですよ、行政が。そのためにはそういうことが必要、そのように思っております。ここにかかる費用、おそらく2600億ぐらいでいけるんじゃないかなっていう計算になりました。先日これもやらせていただきたい。そして、ああ時間なくなってきたな、これ言わなあかんわ。ステイホーム第2弾もしもやってきた場合、この時には社会は動きを止めてるんだけれども絶対に止められない職業あります。医療従事者ね、医者だけじゃなくて看護師、準看護師、助産師さん、それだけじゃなくて、他にもありますね、介護、保育、そしてスーパーの店員さん、コンビニの店員さん、道路貨物輸送、宅急便の方々、他にもいっぱいありますよ、そういう仕事ね。タクシー運転手さん、駅員さん、こういう方々に給料とは別に1日あたり危険手当2万4000円つけたい。それちょっと高すぎるだろうと思われた方、この話聞いてください。イギリスの国家統計局で10万人あたり男性のコロナウイルス感染による死亡率っていうものが発表された。でその死亡率を上回るリスクがある職業も発表された。何か、だいたい平均で 9.9 人っていう数字なんですね。でこれを上回るのは何か、リスクが2倍ある。その死亡、平均の死亡を上回る2倍のリスクがあるのが小売、他にも 3.2 倍、介護職 3.7 倍、タクシー運転手、どう考えても対面で、できれば家にいたい時に対面で仕事を続けてくれるっていう人たちに対して、これ危険手当出ないのは嘘ですよ。本来ならば国がやらなきゃいけない。東京都だけで1ヶ月ロックダウン的なことが続いた場合にかかる費用3600億、これやるべきでしょう。やらせていただきたいんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。数々言いました。山本太郎、最初から最後まで全部金の話しか しなかった、よく言われます。でもお金の話以外もございます。山本太郎のウェブページご覧いただいて、その他の政策にも触れていただきたい、そう思います。たった1ミリでも山本太郎に力を貸してやりたい、そう思われた天使みたいな方、ぜひお力をお借りしたい。一票いただけるんだったらこんな光栄なことはないって話なんです。でもその一票でははっきり言っちゃうと勝てないんですよ。むちゃくちゃ高いんです。あの山、百合子山、この百合子山を越えないことには私都知事になれないんですね。この百合子山を越えるためにあなたの一票を横に広げてもらえませんか。
1票を3票、1票を5票に、こうすることで迫っていけるんです。今新聞でね、調査が出てます。何か小池さん楽勝みたいな話になってるんですけど、でも実は投票の行き先決めてない人たち2割から3割いるってことなんですよ。230万から340万ぐらいの票、行き場所決まってないんです。あなたが広げてくれることによって都知事近づきます。私を都知事にしていただきたい。そのためにはあなたにお力をお貸しいただきたいんです。私が今手に持っている茶色い封筒、この封筒は何かと申しますと、中を開けるとハガキが入っております。ハガキ、山本太郎の政策、皆さんへの約束。裏をめくると宛名、宛先、電話番号、あなたからの一言メッセージというところが空欄になっております。ここに記入をいただいて、記入が終わったらそのままポスト投函すると、これ無効になります。ポスト投函しないでください。もう一度切手を貼らず、記入が終わったらこの封筒に戻していただきたいんです。そして封筒でポスト投函、こういうルールなんです。ありがとうございます。で、この公選はがき、この広がりによって大きく結果変わります。力貸していただきたいんです。力貸してくれませんか。よろしくお願いします。私は埼玉県民だから残念ながら無理だよ山本君、関係ございません。埼玉の方でも東京都にお友達がいればこの、応援できるんです。あなたが鹿児島県民でも OK、 東京に友達がいれば全国からやれるんです。で、お願いがあります。もう投開票日まで時間がなくて、今日お受け取りいただいた方、できれば明日にはポスト投函していただきたいんです。申し訳ない、時間のない中ありがとうございます。で、後ほど今受け取られなかった方、もしくはもう一個もらってあげてもいいよという方がいらっしゃいましたら、山本太郎、直接皆さんにお渡ししたいと思います。先ほどの公選はがきの入った茶色い封筒、後ほど山本がお渡しいたします。そしてですね、皆さんの中でワンコイン投げだったらカンパしてあげてもいいよみたいな心優しい方いらっしゃいませんか。もしもいらっしゃったら後ほど、カンパしていただけると助かります。参議院議員時代に自民党の先生から言われました。何を、東京都知事この選挙にはな3億ぐらいかかるもんやって話を聞いたんです。今から考えればその半分の1億5千万はみんなに配るためだったのかなとか、広島のことを思い浮かべながら聞いてた。いや今ですよ、はい、思い出してたんですけれども、私たち3億円を集める気はありません。皆さんに積み重ねていただいたその範囲内で選挙を行っております。もしそういう心ある方がいらっしゃいましたら、後ほどそちらの、机の方で、受付をしております。そしてツイッター、山本太郎がテレビを映さないんだったら今までリーチしなかった人たちの目に触れるようにツイッターの中でつぶやいていただく、トレンドに上げていくということをやっております。山本太郎ホームページをご覧ください。ありがとうございます。東京都知事やっぱり山本太郎でよろしくお願いします。ありがとうございました。やらせてください山本太郎に。ありがとうございました。お願いします。